TOT の、はい、梅沢美桜さん、はい、梅ちゃんですね、はい、豊田さん、梅沢さんの師匠と、とんでもないです好きですよ、はい、わずかです、保険料が3000円、そうですね、そういう感じですね。みゆ FP 保険チャンネル、本日のゲストはですね、阿武隈の代理店さんですね、阿武隈の豊田健二さんにご登場いただきました。豊田さん、今日はよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。お願いします。お願いします。豊田さんですね、あまりこういう場には出られないということで、はい、伺ってます。 YouTube も初めて、いや、一度九州のこういう保険の営業の方向けの研修をやってる方からの依頼で、はい、一度出たことは、オフィシャルに出てらっしゃる時はある、はい、あったんですけど、もともとはその YouTube によく出ていただいている TOT の梅沢美桜さん、はい、はい、梅ちゃんですね、はい、のご紹介でお会いさせていただきまして、はい、豊田さん、梅沢さんの師匠と、とんでもないです師匠っていうふうに梅沢さんおっしゃってましたので、いえいえ、とんでもありません。未だにたくさん勉強させていただいている、教わってるっていうふうに伺ってですね、寺健さんだったりとか、はい、あのよくこう一緒にお会いさせていただいて、ええ、僕もですね、いつも勉強させていただいております。いえいえ、はい、です簡単にあの自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。あ、はい、私はですね、名前が豊田健二と言います。今ですね、東京の赤坂で保険代理店やっていまして、株式会社阿武隈というですね、少人数の代理店に所属しています。今私がですね、50歳、ジャスト50歳なんですけど、もともと福岡出身で、はい、社会人スタートは郵便局勤めてまして、で14年ほど勤めて、32歳の時に AIG スター生命という保険会社に転職しまして、はい、2年も経たずに今もですね、存在します、あのライフプラザパートナーズという保険代理店に移籍しまして、まあ、なんだかんだしながら、はい、40過ぎて株式会社阿武隈というところに、はい、あの身を寄せるような形になったという、まあ、ざっくりした内容なんですけど、代理店に移られても、じゃあもう10何年、そうですね、15、6年ぐらいになる、15、6年ぐらい、ね、はい、はい、まあ、保険業歴はすごくもう20年以上ですね、18年ぐらいやってらっしゃっていて、ね、はい、あの僕もお伺いしさせていただいたんですけど、今はもう売上もものすごいって聞いてるんですけど、もともとは低迷してた時代があるっていうふうに伺ったんですけど、はいはい、その時ってどういう感じだったんですか。その時はですね、いわゆる個人保険のマーケットというようなもので、はい、まあ、しかなかったんですけど、うん、それでまあ紹介をちょっといただきながら、はい、ずっとやって大体7、8年目ぐらいまではずっとそういう形でぼちぼちやってたというような感じでしたけどね。大体どれぐらいだった数字、数字的にですか、大体平均で AC という基準でいくと500ぐらいいけばっていう、あ、500、はい、はい、でしたという感じですね。決してこう裕福ではない全然裕福じゃないですね、はい、ちなみになんですけど、はい、今って言える範囲です、大体どれぐらいのこう数字やってらっしゃるんですか。そうですね、大体、まあ、月でお預かりするその保険料の平均で3000万ぐらいとかっていう。月ですよね、はい、お預かりする保険料が3000万、はい、そうですね、そういう感じですね。まあその浮き沈みというか、まあ、すごい落差はあるんですけど、それを平均すると大体それぐらいの感じ。じゃあ年間のいわゆるその AAP とか ALP ってやれるもので言うと、もう3億とか4億とか。そうですね、そんな感じでやってると。当時は1000万とかだったと思います、年間で。はいはい、そこから30倍とか40倍になってらっしゃる。そうですね、まあ、意識はしたことがなかったんですけど、どちらかというとその時にいろんなところに勉強をしに行ったりとかすると、はい、うん、例えば売上を何倍まで上げるには何倍働くとかってなかなか難しいよねっていう話もある中で、はい、要するに皮を変えればいいという話が発想があって、はい、まあ、それをいわゆる今で言うレッドオーシャンとかという言葉を使ってるんでしょうけど、うん、皮をポチョンと変われば、うん、そこにはそういう層しかいない皮があるんだと。ただその魚と例えると皮と皮に行く間は無呼吸な状態になるので、ね、そこは辛いから一生懸命勉強したりとかする必要があるけどっていうような発想で、はい、それでまあ当時法人保険にちょっと行きたいなとか思ったりとか、はい、相続の方の分野にのお仕事したいなっていうのがありまして、はい、それで勉強して皮を移ったというから、つまりまあ個人から法人へって分かりやすく言うとそういう顔だったわけですね。はい、まあ、その考え、まあ、みんな結構あると思うんですよ、はい、そろそろ法人行きたいなとかよくなんか浅はかな考えとかの人もいると思うんですけど、実際やっぱり時間がかかることだったりとか、中途半端にどっちもやっちゃうと中途半端になっちゃうと か、はい、なんか一気にスライドさせた方がいいのかとかって、そういうのってどうなんですか。一気にする必要はないかと思いますね。あ、そうなんです、まあ、無収入になっちゃったりします。そうですね、僕はその一気にしたっていうのは両輪でできる能力がなかったっていうだけで、もともとそういう能力がないので、まあ、どっちか
一つしかできなかったっていうのがたまたま振り返ると振り切ったよっていう表現はできるんですけど、はい、実際にはそんなにする必要はないかなというふうに思ってはいますね、うんうんうん、やろうと思った瞬間からその勉強だったりするじゃないですか、はいはい、僕のイメージなんですけど法人の勉強してもどこに行くんだろうみたいな、その行き先って、はい、で今までガラッと変わるわけじゃないですか、はい、何から始めればいいんですか。これは本当に永遠のテーマみたいなものでよく聞かれるんですけど、はい、実はまあマーケットがないのに勉強し出すんで、結局いくら勉強してもそこに行く場所がないよねっていう発想ですよね、うんうん、確かにそうなんですよね、うん、でももともと皆さんそうだったんじゃないかと思うんですよ、うんうん、全員そうです、全員そうだったはずなんですよ、はい、じゃあなんでその皆さんが今もお仕事ずっとできてるかっていうと、どっかで自分を告知したわけですよね、はい、まあ、それと同じ発想なんですけど、告知する一歩手前で保険会社の教育とかで勉強とか積み重ねて告知を同時にしていったというケースがあると思うんですけど、話戻しますと、僕の場合はまず戦略的にはですね、その代理店の中で一番詳しくなるっていう発想だったんですよ。法人の保険とか、はい、その相続とか法人とかにとにかく勉強すると、そんなに勉強されてる方がやっぱりあんまりいないんですよね、うん、そうすると同僚からついてきてくれませんかみたいな、はいはい、あるいは声が上がる、上がるんですよ、上がるようになったりとか、同僚が税理士さんから税理士さん向けの研修の依頼を受けたんだけど、自分相続のことわからないからちょっと手伝ってくれませんか、うん、みたいなところから、その同僚からこんな依頼があって、いつの間にかそういうそこで知り合った税理士の先生方とかってタイアップしたみたいなところが大きいかなっていうのがありますね、うん、はい、不思議とそういう風になってくるんですね、環境を狙ってやったわけじゃない。そうですね、やっぱり多くの方が勉強はまあ常日頃やってらっしゃると思うんですけど、特化した勉強っていうのは全然やっぱりやってない方が多いので、そういう時には誰がうちの代理店で誰がうちの支社で一番詳しいかなみたいなのを見てみると、はい、あいついたなみたいな、うんうんうん、みたいな感じで、うん、何から勉強するんですか、すみません、本当に素人ながらのなんか参考書とかあるのかなってそうですね、これもですね時々お伝えすることがあるんですけど、はい、まあ、ご覧になられてる方のほとんど保険の方だと思うんですけど、はい、相続のお仕事をしてないというおっしゃる方すごい多いんですけど、はい、実際には収入保障保険だったりとか定期保険とか終身保険とか販売されてらっしゃるじゃないですか、うん、そうですね、ということは誰かの死を想像した、死を目的とした保険を提供しているのを相続対策という言葉以外で表現できないわけですよ、うん、いわゆるそれがサラリーマン世帯の相続対策、はい、でその時に思い出していただきたいのは、遺言とかから勉強してないはずなんですね、うんうん、そうですね、はい、相続税法とか特別受益とか、うん、そんな勉強はしていないはずで、うん、じゃあ何を勉強したかというと、この人が亡くなったら収入が年金しかなく来るよね、遺族年金が来ますねとか、うん、だけど遺族年金じゃ足りないんですよね、うんうんうん、みたいな社会的な制度を勉強して、それでは充足しないからという勉強をして、そこに困るから保険でという提案をしているはずなんですよね。健康保険しかりですね、はい、今の健康保険だけではその自由診療には対応できないので、先進医療特約というものが存在してるんですよ、うん、みたいなことで、うん、わざわざ医療報酬の改定の勉強とかしてないはずなんですよ、うん、診療点数とか、はい、だけど販売されている状態ですね、うん、ということはその困りごとが人によって違うっていうだけで、例えば経営者の方、中小企業の経営者の方が亡くなったら、サラリーマンの方とは違う困り方があると、はい、その困り方を勉強すればいい、うんうんうん、し土地持ちの資産家では土地持ち資産家なりの困り方があるので、土地持ち資産家なりの困り方を勉強すればいいんですよね、はい、だから何からって言われると、まあ一つなんか皆さんがドクター行きたいなとか、うん、あるいは宗教法人行きたいなって思ったら、うん、その人が亡くなったらどんなことに困るのかなっていうことを勉強すれば、それにたまたま相続税法とか民法とかがたまたま来ているっていうだけの話ですね。皆さん、こう保険を売るためにそれをゴールとしていろんなことを勉強したんですけど、逆というか、まあ、いろんな勉強してその解決策に一つ保険があったらそれを提案する、そうです、そういうイメージなんですね、はい、考え方が違うですねそういう感じでやるので、だからマーケット開拓という言葉とかをよく使われるんですけど、はい、個人的には少し違和感が、うん、あってて、マーケット開拓ってじゃあ何という定義をすると、マーケットっていうのは何かがあったら困る集団のことをマーケットと今捉えると、はいはい、まあその人たちに手を差し伸べる行為のことをマーケット開拓と僕は定義しているんですね、はい、うんうんうん、だから基本的にはドクターマーケットっていうのはないんですね、うんうん、ドクターの困りごとマーケットはあるという考え方なんだと感じています、はいはい、深
回ですね。深すぎて、もうちょっと勉強が必要です、本当に。今もこう勉強されてらっしゃるって、どのぐらいやってらっしゃるんですか？今はですね、はい、まあ、当時勉強し始めた時なんかは、もう車の中に何十冊も本入れて、はい、財布もわざわざ単行本が入るぐらいの財布で、ランチの時にも勉強、信号待ちの時にもなんか勉強みたいな、そんなことを猛烈にやってたんですけど、はい、今はまあ、毎朝4時ぐらいに起きて、大体喫茶店とかで1時間ぐらい本読むぐらいをずっと続けてるっていう感じで。継続でずっとやってらっしゃるんですね。はいはい、その法人に切り替えようってなった時に、結果がこうすぐ出だしたのか、タイミングってどの流れでどういうタイミングで出たんですか？結果全然出てなかったんですけど、はい、まあ、ここもちょっと考えようで、皆さん例えば個人の保険やってて優秀な人がその法人マーケットに優秀なまま行こうとしてるんですね、うんうん、そんな新しいマーケットに優秀になれないはずじゃないですか、うんうん、まあ、素人初心者ね。そうなんですよ。なのに優秀なまま相続マーケットに行きたい、つまり今の売り上げと同じ売り上げを次のマーケットでも最初から生み出したいと思っていて、それがもうまず無理だと思うんですよね。そこにはそこのプロフェッショナルが育ってるわけなので、うんうん、っていう感じがまず一つあるんですけど、まあ、僕の場合はそもそもが営業を止めても、はい、そんなに売り上げそもそもないんですよ、うんうんうん、だから勉強してても営業しててもそんなに人生変わらなかったつまりその落差がないんですよ。そういうことです、はい、POT になってて僕がその年収300万になるのは落差があるんですけど、落とせないっていうマインドがありますもんね、はい、だけど実際には落ちるはずなんです。だって初心者ですからね、はい、でもその後になるべき姿になりたいという自分だけの持つ成長の目標にどれだけ誠実にするかっていうのがまず大事にあって、はい、っていうのがまず一つあると思いますね。じゃあ一回数字は落ちるもんですね。まあコミュニケーションの、ね、能力がそのまま維持できるんですけど、うんうん、やっぱりいきなり例えば保険の窓口に行けって言われると、うん、急に窓口は窓口のその流れがあるんで、はい、最初のうちは落ちるはずなんですけど、うまくコツがつかめばやっぱり優秀になれると思うんですね、うん、そこの落差をちょっと覚悟するっていうのは。そういうことですね。だからこそ勉強したりとか、はいはい、まあね、近くにいる詳しい人にも謙虚になって、年下であっても経験が少ない人であっても、自分よりも先にやってる人に対しては謙虚に、まあ、聞きに行くっていうスタンスが大事なんじゃないかなと思いますね。ありがとうございます。いや、もうこれだけ聞くと、豊田さんの知識が本当に深いというか、まあ、すごい勉強されてらっしゃるので、本当にこう、何でも知ってるってイメージがあるんですけど、そこを教われる、まあ、仕組みがあるというかですね。保険代理店で働くならオールワンエージェント。それも聞いておりまして、あ、はいはいはい、それはポケロジさんです。ポケロジさんってサービス。そうですね、今、はい、僕が去年の1月から、まあ、ちょうど1年ちょっとなってるんですけど、はい、保険をロジカルにっていう、はい、を縮めてホケロジっていうものをちょっと主催させていただいて、はいはい、月1回やってます、はい、じゃあ月1回何をするんですか？月に1回リアルな研修をやってまして、会員の方でも結構遠方の方いらっしゃるんで、うんうん、東京に来れない方のために、はい、同じ内容のものを次の日に Zoom でやってる。あ、リアルとオンラインで、オンライン内容同じものをそのリアルとオンラインで別々にやってて、オンラインの部分をアーカイブに残して、どっちも来れなかった人はそっち見てくださいみたいな、そういうことをやってます。はい、まあ、内容としては法人保険のことだったりとか、まあ、相続のことだったりとかっていうのがメインなんです。いえいえ、マーケットを特定しているものではなくて、うん、題材はそういう相続とかにまつわるんですけれども、伝えたいことはいかにロジカルにプレゼンテーションしていって、うんうん、お客さんの行動をプラスの方に変容させていくっていうことが一番の目的にやっているので、どちらかというとこう、例えばそうですね、先月やったものについては事実と解釈を分けるテーマをやったりとか、はい、今月でしたら決まる提案書の作り方みたいな、気になりますね、ものだったりとかっていうとか、あとは質問力の上げ方とか、はい、うんうん、ちょっとロジカルなものをやってるっていうのがイメージです。まさにポケロジで。そうですね、ですね。ありがとうございます。気になる方とか申し込みたい方に関しては専用のフォームを。そうですね、はい、もう特にどっかサイトがあるわけではなくて、まあ、お声かかったらこういうのがありますんでっていう感じでその秘密裏にやってらっしゃるここに来たらこんなになりますよっていうコミットはやってなくて、関心がある方とか、やっぱりある程度もうすごいやっぱり数字上げてらっしゃる方がすごい多いんですけど、うん、より自分のその提案精度を深めていきたいとかっていう人が多いっていう感じですかね。結構ベテランの人とか業歴長い人はたくさんいらっしゃると思うんです。あ、でもお若い方もすごい多くて、お若い方はお若い方なり
のものを吸収されてやってらっしゃる、うん、じゃあもう優秀な方が多そうな内容ですね。そうですね私個人的には数字を聞いたりとかすることないので、うんうん、それで判断しないでちょっと皆さんがどんなことか分かんないんですけど、はい、聞くとみんなすごい人が多いんで、いろいろ職場に戻るとトップセールスみたいな人が多いっていうのは聞きますけど。全然大々的に出してないの100名もいらっしゃるんですよね今。そうですね1年で100人ぐらいになってます。口コミとかで、はい、紹介とかで入ってます。そうですね口コミ紹介みたいなものもありますし、あとお試しで1回参加できるっていう。ああそうなんですね、はい、やってて、はい、それに来られる方もいらっしゃるんですね。わかりました、ありがとうございます。今回ですね、その、まあ、どんなことされてらっしゃるのかっていうのを、はいはい、一部公開していただけるということで、はい、まあ、スライドなんかもですね、はい、使っていただいてやっていただけるということで、はい、よろしくお願いします。ちょっとこれ分けるかもしれないですね。2本立てにして今前半、はい、後半、はい、でやらせていただくかもしれません。なのでちょっとここで一旦締めさせていただいて、1本目は承知しました、はい、ありがとうございます。了解しました。株式会社アブクの豊田健さんでした。どうもありがとうございます。ツナガの会員になると過去のアーカイブ動画全部無料で見れるようになってるんで、はい、ぜひ登録していただけると嬉しいなと思います。登録したいとか、はい、セミナー見たいっていう方は、はい、概要欄ですか。そうですね、概要欄にサイトとかあの LINE 公式とか載ってるんで、そこにメッセージいただければ大丈夫です。興味ある人はぜひ概要欄のリンクから登録お願いします、はい、よろしくお願いします。じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。